内田信子は、日本の心理学者。学位は、学術博士。お茶の水女子大学名誉教授、文化功労者。一橋大学社会学部助手。お茶の水女子大学文教育学部教授。お茶の水女子大学大学院人間文化、研究科教授。お茶の水女子大学副学長。お茶の水女子大学大学院。人間文化創生科学研究科教授。 十文字学園女子大学特任教授、国立大学法人筑波大学幹事、学校法人十文字学園理事などを歴任した。群馬県出身の発達心理学や認知心理学を専攻する心理学者である。1991年にお茶の水女子大学より学術博士の学位を授与された。2019年には文化庁より長官表彰を授与されている。 2021年には文化功労者として検証された。一橋大学、お茶の水女子大学、十文字学園女子大学で教弁をとった。また、筑波大学の客員教授なども兼任していた。その他、筑波大学を設置する国立大学法人で常勤の幹事を務め、十文字学園女子大学を設置する学校法人の理事も務めていた。 読売年間2016年版 P303 平成30年度文化庁長官表彰名簿ありがとうございます。